今日は日本の愛媛県松島市にある美術館のようなホテル瀬戸内リトリート青柳を紹介します。アクセスとしては松山空港からは車で50分、 JR 孫山駅からは35分の場所にあります。建物全体がそうなのですが、コンクリート落ちっぱなしで要塞のような雰囲気です。クイックにチェックインを終えると、早速部屋へ案内いただき、その途中で館内も見せてもらいましたが、ところどころに大きなアートが飾ってあり、まさに美術館そのものです。今回宿泊したのはガーデンスイート。私と妹がこちらに宿泊し、両親にはオーシャンビューのスイートルームを取りました。どちらの部屋もとにかく、部屋が広く開放感にあふれているのが特徴です。ガーデンスイートの部屋はリビングスペースの目の前にお庭が広がり、とにかくテラスがとても広いです。部屋の中に飾ってあるアートもシンプルながら、目の前に広がるガーデンと調和していて、部屋全体がとても洗練されています。部屋の真ん中にはハンモックがあり、滞在中は意外とこれが気に入っていられていました。ちなみにウェルカムドリンクとしては、伊予柑のジュースをいただきました。愛媛らしいですね。また部屋の反対側にはダイニングスペースがあり、4人掛けの椅子があるので家族が集まってお茶をすることも可能。冷房が効いているからかブランケットも置いてあります。冷蔵庫の中にはペリエやみかんジュースが常備してあり、すべてインクルーシブ。私たちは飲まなかったですが、アルコールもビールがあります。上のスナックは有料でした。バススペースのシンクはシングルでしたが、全体的にかなり広く、リエのドライヤーと同じダイソン。アメニティはオールダットスパというところのヘアケアやボディウォッシュでした。シャワーやお手洗いはあまり特筆するところはないですが、シンプルに使いやすかったです。次はベッドルーム。ベッド脇には iPad があり、施設の案内などを見ることができます。またベッドはハリウッドツインベッドでシモンズ。ふかふかすぎず、硬すぎずで両親も喜んでいました。ちなみにオーシャンビューの方の部屋のリビングはこんな感じ。このホテルの象徴的な部分であるプールも見ることができます。最後にガーデンスイートのお部屋で特徴的なテラススペースですが、置いてあるアウトドア用のテーブルと椅子も素敵です。こちらはもともとホテル開業以前は美術館兼ゲストハウスとして使用されていたということで、一つ一つの部屋にたっぷりスペースが取られているのはそこから来ているのかもしれないと思いました。この滞在中に最も楽しみにしていたことの一つがディナー。瀬戸内海の食材をふんだんに使った懐石料理で、さらにペアリングが素晴らしいということで家族全員楽しみにしていました。ちなみにペアリングはアルコールのアルコール両方ともありました。
前菜、吸い物、煮物から最後のお菓子まで瀬戸内海の魚介がふんだんに使われており、また山菜も取り入れられた素晴らしい懐石料理に家族全員大満足でした。食事の後はプールへ。プライベートプールとサウナジャグジーは貸し切りができました。夜と朝と両方貸し切って使ったのですが、夜はキャンドルなどが灯っていて雰囲気があります。プールの後はラウンジへ行きました。ラウンジは音楽がかかっていて飲み物が自由に飲めるようになっています。私たちは基本のノンアルコールですが、アルコールが好きな人にはさらに嬉しいと思います。ここにもアート作品が展示してあり、とても素敵な空間でした。翌朝の朝食は地元の食材や味噌を使った和食。写真が少ないですが、満足度の高い食事でした。食事の後はまたプールに行ったのですが、朝は朝日が差し込んでまた全く違う雰囲気、これを貸し切るというのが最高ですね。まとめると食事もサービスも大満足な山の中までドライブする価値のある美術館のようなホテル、それが瀬戸内リトリート青柳です。